どうもこんにちは。今回はトヨタが直近において開催してきた今後の完全電気自動車に関する戦略について、確かに30車種もの完全電気自動車の発売およびそのための280ギガワットアワーものバッテリーを調達したと説明してきたわけですが、それでは一体日本の競合である日産だったり、さらには世界の競合と比較してどれほど競争力なる規模感となっているのかを徹底的に俯瞰していきたいと思います。まず今回のトヨタの発表に関してですが、これまで後ろ向きなのではないかという論調が目立っていた完全な電気自動車にフォーカスした発表会となっていて、特に2030年までにグローバルで完全な電気自動車を30車種も発売しながら、完全電気自動車とそのコアテクでもあるバッテリーに対して最大4兆円という規模感の莫大な投資を表明し、そしてその本格電気自動車第1弾として BZ4X を2022年中旬から発売をスタートさせながら、その発表会においてトヨタ社長も試乗を行っていたレクサスブランドの RZ450E もおそらく2022年の早い時期にワールドペイメントが開催される見込みとなっているわけですから、いよいよトヨタが本格的な完全電気自動車を一気に市場に投入し始めようとしているということがお分かりいただけると思います。そしてそのトヨタのバッテリー EV 戦略に関する説明会における解説については、既に直近の動画において、特にトヨタがこれまで発表してきていた数値と比較しながら、具体的にどの部分をどの程度アップデートしてきたのかを詳細に解説していたわけですが、その解説に関してはあくまでもトヨタ側の発表の絶対的な評価のみに終始し、それでは一体このトヨタ側が発表してきた数値というのがどれほどインパクトのある内容であるのか、はたまた競合の電動化戦略と比較してしまうとそこまで大した内容ではないということも明らかになってくるわけですので、今回はトヨタの完全電気自動車に対する最新の戦略についてを、特にトヨタと同じ日本メーカーである日産と、さらにはトヨタと同規模感の自動車グループを構成しているフォルクスワーゲングループの完全電気自動車戦略とそれぞれ比較しながら、世界の電気自動車戦争の行方を徹底的に考察してみたいと思います。まずはじめに、現在もなお世界中で猛威を振るっている COVID-19 によるパンデミックを影響を受ける前の2019年におけるグローバル販売台数についてですが、トヨタがグループ全体で1074万台程度という販売台数を達成していたのに対して、日本メーカーである日産については500万台強、そしてドイツのフォルクスワーゲングループは1100万台に肉薄する販売台数を達成したことによって、販売台数ベースではなんとトヨタよりも上回る実力を兼ね備えているということになりますが、いずれにしてもこれから取り上げていく電気自動車に関連する数値というのは、この販売台数を基準として考えるのが最も公平、つまり例えば日産の数値がトヨタの半分の数値だった場合、それは販売台数の規模で言えばトヨタと同じレベルであると結論付けるべきであるということですね。それではまず今回フォーカスしている日産リーフやテスラ社などの完全電気自動車およびそのコアテクとなるバッテリーに対する3社の投資額を見ていきたいと思いますが、トヨタについては2030年までという9年間で4兆円という規模感の投資を行うことが表明されましたが、対する日産に関しては11月末に電動化戦略を発表する場があったものの、残念ながら完全な電気自動車のみに対する投資額は一切発表されませんでした。それではそのトヨタと対をなす世界最大級の自動車グループでありながら、世界で最も電動化、特に完全な電気自動車へのシフトにコミットしているフォルクスワーゲングループの投資額は2026年までという5年間で日本に換算しておよそ 6.7 兆円、つまりトヨタが今後9年間で4兆円を完全電気自動車に投資していくのに対して、なんとフォルクスワーゲングループというのはその半分程度のタイムスパンであるたったの5年間でそのトヨタの 1.5 倍を超える6.7兆円もの大型投資を表明している。このことからも確かに今回のトヨタの投資額もなかなかインパクトが大きかったと感じた方がいるでしょうが、やはりフォルクスワーゲングループについては今回のトヨタの 1.5 倍以上もの投資額をたったの半分近いスパンの間に行ってしまうということも同時にお分かりいただけるのではないでしょうか。次に今回フォーカスしている完全電気自動車だけではなく、ハイブリッド車やプラグインハイブリッド車なども含めた全ての電動車に対する投資額を見ていくと、トヨタに関しては2030年までに8兆円という国家予算の話をしているのかと思うほどの規模感であるように感じる一方で、日産に関しても2026年までの5年間で2兆円という投資総額を表明している。つまり確かに投資総額の絶対値を聞くと、トヨタが8兆円に対して日産は2兆円なので、やはりトヨタが圧倒しているように見えるものの、そもそもトヨタは日産の倍の販売台数を誇っているということ、そしてトヨタは9年間というタイムスパンであるのに対して日産は5年間という半分
年近いタイムスパンにおける投資であるということを考慮すると、実は毎年車両1台あたりにかけようとしている投資額は大きく変わらないということになりますので、いずれにしても意外に日産に関しても電動化技術に対して投資を強めている。逆にトヨタに関しては確かに8兆円という数字が一人歩きしてしまっているものの、実際は日産と同じ規模感の投資規模であるというイメージすると、メディアで言われているほどのアグレッシブな投資であるのかと言われればそれほどでもないというようにも捉えることができそうです。それでは対するフォルクスワーゲングループの電動車全体の投資額を見てみると、日本円に換算しておよそ 7.7 兆円という規模感、つまりトヨタとほぼ同じ投資規模でありながら、そのタイムスパンはフォルクスワーゲンの方が半分程度短いことから、やはりフォルクスワーゲンが電動車全体の投資額としてもよりアグレッシブに投資を行っていこうとしていることが見て取れる一方で、そのフォルクスワーゲンの完全電気商社以外の特にプラグインハイブリッド車を中心とするハイブリッド技術への投資総額はおおむね1兆円程度、こちらはトヨタの4兆円という投資規模と比較してもそのスパンを考慮に入れておよそ半分程度に該当することから、ハイブリッド技術への投資は最低限度に留めておき、完全電気商社に対する投資へとなるべく振っているという選択と周知を行ってきているということも、特にトヨタの完全電気自動車4兆円、ハイブリッド技術に4兆円という全方位的な戦略という両者のスタンスの違いがより明らかとなってきたということにもなりそうです。次に2030年時点において発売している完全電気自動車の販売台数予測に関してですが、トヨタはもともとの200万台弱という台数から大幅に上方修正を行い、なんと350万台という販売台数にまで引き上げてきたわけで、その2030年におけるトヨタグループ全体の新車販売における完全電気自動車のみの販売割合を示す比率というのは、2030年時点の新車販売全体の総数を1200万台と見越しているということから、おおよそ29% 程度、3割弱程度を見込んできたということになると思います。それでは対する日産に関してですが、こちらに関しては2030年時点において一体どの程度の完全電気自動車を発売しているのかという明確な数値を一切示すことができていないばかりか、完全電気自動車の販売割合という指標についても全く発表することができていませんので、こちらは最後に改めてまとめてみようとは思いますが、日産の今後の電動化戦略があまりにも曖昧すぎてビジョンが見えてこない最大の理由となってしまっていると思います。そしてフォルクスワーゲングループについてですが、こちらも残念ながら2030年時点における完全電気自動車の予測販売台数は明らかにはしていないものの、その販売比率はグローバルで 50% に達すると見込んでいる。したがってフォルクスワーゲンのグローバル新車販売台数が2019年時と大きく変化がないと仮定すると、完全電気自動車のみの販売台数はおおむね500から600万台程度となっているのではないかと推測することができる。したがって確かに今回トヨタが大幅上方修正を図ってきた350万台という台数というのは元々の倍近い修正ということもあり、非常にインパクトが強いものの、やはりフォルクスワーゲングループと比較してしまうと 1.5 倍程度の差をつけられてしまうということになるのです。そして本チャンネルにおいては一貫して解説している通り、その完全電気自動車の販売台数というのはバッテリーの生産キャパシティに比例するということであり、それでは実際に今回トヨタが発表してきたバッテリーの調達キャパシティに関してですが、2030年時点においてズバリ280ギガワットワーと、もともと9月中の電池戦略に関する発表会において180ギガワットワーから上方修正されていた調達能力をたったの数ヶ月でさらに見直し、 1.4 倍もの調達能力を確保してきた。だからこそ完全電気自動車の販売台数見込みについても350万台へと情報修正を図ることができたのです。それでは対する日産についてはどうなのかというと、その2030年時点におけるバッテリー生産能力は130ギガワットワーと、トヨタのおよそ半分程度の生産キャパシティにとどまっているわけですが、その事業規模が半分ということを加味すると、実は日産に関してはなんだかんだ言いながら今回のトヨタが大幅上方修正してきたバッテリー調達量と同規模間の生産量を自前で確保することができているという一定の評価をすることができると思います。また今回のトヨタの280ギガワットアワーという数値については1点注意すべきポイントがあり、それがこの280ギガワットアワーをトヨタが独自で完全内製して生産するのではなくて、提携しているバッテリーサプライヤーから購入する分も含まれた生産量ではなく、あくまでも
調達量であるということでありますから、その意味においてもより自社で内製化することのできている日産の130ギガワットアワーとは一概に同列視することはできない。故にこのことからも日産の130ギガワットアワーという生産キャパシティというのは相対的にはよりアグレッシブな数値目標であると捉えることもできるのです。ただしフォルクスワーゲングループに関しては現状公開されているのがお膝元でもあるヨーロッパ市場のみにおいて合計して6つものバッテリー生産工場を立ち上げながら、その生産キャパシティが2030年までで240ギガワットアワーというこの時点においてトヨタのグローバルにおけるバッテリー調達量に肉薄している。もちろんのことですが未だに公式発表はないものの、まず間違いなくフォルクスワーゲンに関しては北米市場や中国市場においてもバッテリー生産工場を立ち上げてバッテリー生産のローカライゼーションにコミットしてくる。つまりこの240ギガワットアワーという数値を余裕で超えてくることはまず間違いなさそうなわけですから、完全電気自動車の販売割合 50% を達成するために今後のバッテリー生産工場建設に関する最新動向については引き続きウォッチしていかなければならないということですね。また2030年時点における各社の完全電気自動車のラインナップ数も比較してみると、トヨタについては BZ シリーズを皮切りとして30車種という種類を投入することを表明しているわけですが、日産に関しても15車種という完全電気自動車を投入、つまり事業規模的に言えば実はこちらについても全く同様に意外にも日産というのはトヨタと同等の完全電気自動車のラインナップを展開しようとしている。よってこの30車種というトヨタのラインナップの多さを絶賛しているのであれば、本当は日産の15車種というラインナップの多さも称賛に値するはずである。裏を返せば同じようなインパクトを与える電動化戦略を発表しているのにもかかわらず、これほどまでに世間に与える影響度合いが違うというトヨタの世間に与える影響力の強さが計らずも浮き彫りとなっているということですね。また各社が開発を進めている全固体電池の投入時期についても比較していくと、トヨタについては残念なことにより大容量のバッテリーを搭載する完全電気自動車に搭載するためには現在もなお技術的課題が多く山積してしまっているために、一旦完全電気自動車用は横に置いておいてより低容量であるために技術的障壁をクリアしやすいハイブリッド車用に全固体電池を搭載していくというアナウンスを行い、それが2020年代前半とアナウンスされている。したがってどんなに遅くとも2024年中にもトヨタのハイブリッド車に全固体電池が搭載されるということになります。それに対して日産とフォルクスワーゲンに関しては完全電気自動車に搭載する考えを表明し、日産は2028年にも全固体電池搭載電気自動車を投入、さらにフォルクスワーゲンについても2020年代中盤にも全固体電池を搭載した完全電気自動車を市場に投入する方針を示していますので、いずれにしてもこの全固体電池の採用によって既存のリチウムイオンバッテリーと比較してどれほどスペックを改善することができるのかなども含めて最新情報をウォッチしていきたいとは思います。それではここまでのトヨタと比較するべき国内メーカーの日産とライバル関係にあるフォルクスワーゲンと特に完全電気自動車に関連する指標にフォーカスして比較していきましたが、この比較から何が言えるのかといえば、トヨタの電動化戦略というのがようやく世界の自動車メーカーの標準的な基準に到達し始めたということであり、確かにフォルクスワーゲンなどと比較するとその投資額を筆頭とする指標において明らかに見劣りはするものの、まあ明らかに低いわけでもない。さらにここからは推測とはなりますが、少し触れた通りトヨタはこの数ヶ月前に開催した電池戦略に関する説明会においてすでに電動化戦略を上方修正していたという背景がありましたから、昨今急速に EV シフトが進む中においてはトヨタは今後も時を見て今回発表した電動化戦略の数値をさらに上方修正してくるのではないか。したがってトヨタの完全電気自動車に対する投資額やバッテリー生産体制がさらに拡充していく可能性も多分に残されているということになりそうです。しかしながらそれと同時に、おい日産、息をしているかということであり、確かに日産が既に提示してきている電動化に対する投資額やバッテリー生産体制などの数値だけを見ると、実は日産は現状のトヨタと同じような規模感で電動化に備えているということが見て取れるわけですが、やはり世界初の本格量産電気自動車である日産リーフを発売した会社とは思えないほど完全電気自動車に関する具体的な数値が全く出てきていないことによって、結局日産の電動化戦略のプレゼンでは何を訴えたいのかが
電気自動車の情報を毎日追い続けている本チャンネルですらいまいち伝わってきていない。したがって世界と比較検討するとやっていることはそこまで大きく変わらないにも変わらず、現状の世間のほとんどの見方はトヨタが EV に大きく舵を切ってきた、しかしながら日産は未だに足踏みをしているというイメージであるわけですし、残念ながら現状ではそのようにしか捉えることができないと思います。このように日本の自動車メーカーとしてトヨタは EV シフトを進めていくという世間のイメージ回復に一定程度成功、少なくとも我々日本市場においては本チャンネルの観測する限り大成功を収めた一方で、同じく日産については結局電動化時代において何をコアにして進めようとしているのか、電気自動車のパイオニアとしてやはり完全電気自動車を前面に押し出していくのか、それとも e パワーハイブリッドをさらにミックスさせていこうとするのかという、どっちつかずのイメージで全く印象に残らない株価などにも直結していくイメージ戦略としては完全にトヨタに完敗しているということですね。いずれにしても日産に関しては全社の完全 EV を前面に押し出すことでさらに選択と集中を進めることになる、つまり完全電気自動車市場が停滞などしてしまえばビジネスリスクとしては最悪、その一方でハイブリッド車との協調作戦というのも既にトヨタが全方位戦略という大方針を一丁目一番地に据えて、正解か不正解は別としてパワーを込めてプレゼンを行っているわけですから、これまでの日産の表現の仕方ではイメージ戦略に成功することもない、故に電気自動車のパイオニアとしてせめて完全電気自動車を具体的にどれほど販売するためにこれほど大胆にコミットしていきますよというような完全電気自動車に関するより具体的な目標を提示しなければトヨタを筆頭とする世界の自動車メーカーに埋没することはまず間違いない。果たしてそれで終わってしまっていいのか、逆境を跳ね返し来たる完全電気自動車時代という夜明けが待っていても来ないのであればこちらから迎えに行け。今回のトヨタとともに日本の自動車メーカーである日産の奮起にもぜひとも期待していきたいと思います。諦めなかったろ、そして誰より車を愛してきただろう。上等じゃねえか、逆境なんて待っても来ない夜明けならこっちから迎えに行こうぜ。さあ行くぞ、もう一度やっちゃえ日産。